ウエスエテポンゲです。ではね、フロストケイブ、うん、行きましょうか。何なんだろうな。まあトレーナーだわな。寒い君、ポケモン勝負で体を温めようではないか。ガチホモ勢だな。ガチホモの雪を。ビブラーバー、ビブラーバー、虫かな。すげえなんかキラ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 言ってるけど、まあ火炎放射で抜群取れるんじゃないかな。まあどちらにしろ最近でもね、抜群取れる。アムロに、アムロにはもね、もってこいの相手なんじゃないかな。あ、え、抜群ではない。今一つ、う、大地の力、地面か。あられがアムロを襲う。あ、雪降ってるからね。え、サイキネだと抜群は取れるのかな。虫、虫なんじゃないのかな。タイプわかんねえ。タイプがわからん。ガチホモの雪よ、この寒さは氷の冷たさか、それとも負けた虚しさか、それともぼっち。はい、お疲れっしゃー。左は何もないな。右だな。下にアイテム、下に行けません。うわ、スカイトレーナーだなこれ。スカイバトルだなこいつ。間違いなくスカイバトルだ。我らスカイトレーナーとスカイバトルをなさいますか。受けて立とう。雪を切り裂け我が翼たち。何カッコつけてんだよ。カッコがダサいのにカッコつけるんじゃねえよ、タクヤ。マスキッパ、マスキッパって飛行なの。それ知らんけど、まあまあ空飛ぶ翼で撃つで抜群取れる、取れないか。あ、取れるよね、草だもんね。草に飛行って抜群なのか。ん、よくわかんないぞ。座んな。うん、エモンガじゃないだけまだマシだな。エモンガだったら本当に積むからな。まあ泥棒安定かな、ここは。泥棒安定。おお、スワンナーすごいヒットポイントが高いんじゃないかこれ。水のリングをまとった。なんだそれは、水のリングとは。水のリングで体、あ、回復系か。一旦空を飛ぶちょっと放ってみようか。あー、けどあんまりよろしくはないね。あれ、水のリングがねまとってるんでね、回復させてしまう。一旦ね回復を与えてしまうと、まあそうなるんだったら普通にね、この一旦消費して攻撃するよりどんどん打っていった方が良かったこともないな。空を飛ぶの威力は強い。空飛ぶを採用して正解でしたね今のは。君の翼は未来を切り開くのかね。中二病のタクヤだな。よし行こう。マンムーだな、マンムー。う、どうしたマンムー。フロストケープが気になるのかい、マンムーさんよ。みー、トレーナーさん、この先の雪山フロストケープに何か用かい。嫌な、いや何、このマンムーさん、いつもは17番道路で人を乗せてくれるんだが、この頃フロストケイブを気にしててね。マンムーは寒い気候が大好きなポケモンフロストケイブの何かを察知したのかもしれませんね。ん、お前誰だよ。トロバと言います。プラターヌ博士に頼まれて各地にどんなポケモンが生息しているか調べています。はあ、ふざけんなよトロバ、お前には用ねえよ、帰れよ。
運ぶんだね。マンムーさんが気になるけれど、注意して行くんだよ。はい、お気遣いありがとうございます。エテピーさん、どうします？僕は準備を整えますけど。すぐ行こうぜ。準備とか言うてる間にもう全部俺が何 か解決してしまうぜ、トロバ。じゃあな、一生準備してろ。そこで準備中だな、準備中。はあ、それでフロストケーブにも足を運ぶんだね。マンムーさんが気になるけれど、注意してくれよ。マンムー乗せてくれ。歩くの疲れたよ。乗せろよ、マンムー。行こうか。あ、下になんかアイテムある。波乗りかな。この先フロストケーブ出たな。スケッチのポケモンなんだっけ、ローブル。ドーブルだ。はい、君書くよ。そのまま動かないでね。芸術家国彦。ドーブル安定だわな。ドーブルはノーマルなのかな。あ、このキラキラ音はこのフィールドの音なのかな。このなんて言うんだろう、この雪が降ってあられ降ってるよっていう意味なのかな。もう角一だな、これは。アムロの威力をなめるなよ。特攻ブッパだからな、特攻ブッパ。 C ブッパだぜ。動かないでってあれだけ言ったのに、うるせえよ。これ左行けるな。行けませんでした。これなんかイベント発生しそう。ちょっとポケモン順番入れ替えておこうか。ブリガロン、いや、コルニケ。あ、写真撮影スポットがあるな。写真看板。はい、フロストケーブをね、線にね、バックに写真を撮ってもらおうか。じゃあ撮るぞ。撮影ポイントレッツゴーだ。いいね、イケメンだね。今日もイケメンだ。これがフロストケーブかな。これすごいでしょ。これこの DS のね、カメラをこう動かすことによって、こうやっていろいろすることができるんだよ、これ。お、なんか木もいいね、木も。こうやってね、調節してボケないように、ピンボケしないようにね。うん、こうね、こう、エテポンゲを取ると思いきや、オーケー。さ、チップは渡しませんよ。ね、このさ、うさんくさいからな、なんかチップ渡したくないんだよね、なんか。よし、フロストケーブに侵入。自転車ローラースケートは乗れません。どっちだ、こっちかな。これは登れないところだな。お嬢さん、ポケモン勝負だな。やろうじゃないか。あ、強そうな人、勝負しないと損だわ。いい判断だな。おお、このなんかツンとした顔がまたたまらんぜ、ゆい。二段ギル。ルカリオ、やっておしまい。波動弾、効きそう、なんか。まあ知ってたけどね。波動弾効かないってのは知ってたけどね。セレナ行け。頼んだ、セレナ。二段ギル。かっこいいね、なんかほんとこれ。このポケモン欲しいな、二段ギル。え、めちゃかっこよくね？今気づいたけど。すごい武器じゃん、これもう。空を飛べ。二段ギル。
名前はランブだな、こいつの。こいつの名前はランブだ。出てきたら捕まえようかな。こう、おお、飛行もダメか。泥棒だ。おお、泥棒だな。しかし硬くね。何やってんの、さっきから攻撃と防御を入れ替えた。これで防御下がったんじゃない。じゃ あ、 なんかよくわかんないね。アイアンヘッド、鋼か。鋼、強えよ。鋼っぽいかな。やばい、落とされる。やばい、耐えろ。あー、鋼だったらアムロだわ。鋼だったら炎がよく効くんでね。溶けろ。セレナの敵。そう。コルニ46。強かったぜユイ。惜しかった、もうちょっとで勝てたのに。まあしかし一匹だけじゃ勝てるわけないわな。 PP8 とかもったいなくて使えないのよね。それはダメだぜ。うん、どんどん使っていかないと。 PP8 は特にね、使いどころないけど、ユイみたいなね、単体でね、こう、一匹のポケモンを愛する人間は必要なんじゃないかなと思うぞ。うん。復活の薬じゃなくて、元気のかけら。ね、回復させておこう。ね、ごめんよ、セレナ。で、サイコソーダでね。回復。オッケー。さあ進んでいこうか。こっちかな。おお、いいねいいねいいね。上、あ、上にも行けるし右にも行けるな。右行ってみよう。右臭いな。えい、どけよどけよ。あられが振ろうが槍が振ろうが優雅に振る舞う、それがエリートのエリートたる。なんとかエリートのトリスタン。名前がトリスタンって、なんかかっちょいいな、名前トリスタン。ライチュウ、珍しいポケモンを使いよる。ライチュウか。波動弾だ、かっこいいぞ。よし、うし、10万ボルト、威力強いぞこれは。オッケーオッケー、よく耐えたよく耐えた。もう怪力で十分だな。なんかへっぽこだな、なんか。うおー、ただでは死なぬか。アムロ52レベ、うん、ビーズリー27レベ。ゴルダック入れ替えよう。ゴルダックは、水なんでね。ブリガロンちゃん行ってくれ。もう種爆で一撃で落ちるんじゃないかな。ただゴルダックエスパー入ってなかったかな。気のせいかな。エスパー入ってたような気もしないでもない。問題ないだろう。あ、間違えた、宿ってしまった。技の位置が変わってるのでちょっと宿り木を打ってしまった。防御ガクッと、まあ少しね、このダメージを与えることがね後々効いてくるんだな。種爆弾 OK。 ゴールダック、うん、ソーナンス32。ガラガラもこのままでいいな。ガラガラも種爆弾で落とせるな。
ただこいつ頑丈かなんかじゃなかったかな。あ、大丈夫でした、大丈夫でしたね。うん、レベルアップ53、いいね。もうすっかりエースだな、ブリガロンは。負けても優雅に振る舞う、それがエリートのエリートたる。まあエリートは負けないのが本当のエリートなんだけどな。こっちかな。麻痺直そうぜ、麻痺。麻痺、麻痺は直しておこう。サイコソーダを使って麻痺直しが下にあってね。よし、こっちかな。おお、うわー、これまたややこしいやつじゃないか。オッケーオッケー。これは右に行っても意味がない。左でこう。うわ、積んだ積んだわー。こうか、さすがエテポンゲ。おっさん、ガチョモン山男を父に持ち、山女を母に持つ、そんな山エリートの僕に山で勝てると思いますか。なんだよ山エリートって。や、山ニートだろお前。山ニートの大地だわお前は。 G ランス岩かな。岩だったら格闘効くけどね。波動弾で落としてしまえ。オーゲーね。まあここら辺のね、普通のトレーナーに対してはね、まあメガ進化使うまでもないな。うん、泥爆弾、はい。泥爆弾とは、泥の爆弾、威力85、65の命中85、命中下げる。いりませんね、やめる。はい、サイドンもルカリオでいいな。サイドンなんか久しぶりに見たな。波動弾だ。効果は抜群だ。サイドンってもう一個進化あるからね。私のね、世代ではもうサイドンが旧最終進化なイメージはすごくあるんだけどね。瞑想いるいる、瞑想はいる。瞑想は、静かに精神を統一し、特攻と特防を上げる。グローパンチじゃいらないかな。波動弾あるしね。瞑想を覚えた。山男、山ニートの大地、アイデンティティが山エリート、山ニートの誇りが。山ニートに誇りなどない。これは多分こっちだな、こうだな。オッケー、左、うっ、わあ、勝っても負けてもとか言うけど、誰だって勝ちたいに決まっている。作戦などない。ブーピック、いや、ハリティアマを信じてぶちかますのみ。勝者だけが正義だからな。変な組み合わせだな。ブレイン&パワーズ、激と衆、激衆だな、激衆。なんだ、ハリティアマは知ってるんだけど、そのブーピックってのが分かんないな。まあ一応ここはメガ進化打っとこうか。メガ進化のブーピック波動弾で、ハリティアマには再起ね打ってみようかな。メガ進化ルカリオナイト。オーケー、効果は抜群だ。トーナンス33、波動弾、
いいね、やっぱメガ進化波動弾はかっこいいね。効果は今一つのようだ。パワージェム。おー、効くねー。しかし、まあ怪力打って、まあエスパーでいい、いや違うな。火炎放射にしようこう。エスパーは効かないな、こいつ。いいね。うん、オッケーオッケー。ブーピック。なんか進化したらなんかかっこよくなりそうだね。ブーピック。B3 バズーカレベル29。激臭に勝った。あかん。あかん。あきまへんわ。せやかで食うぞ。あかんで。あなたと私たちお互い高め合った仲間だね。で、これは、こういったらいけんのかな。こうか。こうだな。空手少女はスルーだな。で、波乗り使えんじゃないこれ。波乗っていく。ちょっと待ってね、ポケモンを一旦回復させようか。サイコソーダがね、まだ、あと1個、ラストソーダ、ラストソーダアムロにね、使って、波乗りでこっち行けんじゃない？隠し通路を発見した。こちらへテポンゲ、隠し通路を発見した。直ちに侵入を開始する。はい。ってことで一旦動画切ります。ご視聴ありがとうございました。